皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。本日もトレーニングの解説ということで、今日はこのペクトラルフライのやり方を解説していきたいと思います。実際使われたことある方はご存知かと思うんですが、大胸筋、胸を鍛えるマシンとなっております。まず椅子の高さを調整するんですが、このタイプのマシンですと持ち手腕を当ててもらいまして、だいたいこの腕と床が平行になるくらいの高さに椅子を設定します。その設定が終わりましたら、片方ずつで構わないので、前の方に行ってきてもらって、そこから開く動作からスタートです。であまり開きすぎてちょっと肩周りが痛いなという感じてしまう場合、開く大きさは調整していただければと思います。閉じる際に胸の筋肉を思いっきり収縮させるようなイメージを持つと、で気持ち顎を引くようにして行うと収縮の感じが得られやすいかなと思います。はい、腕を閉じる際顎を引いて、イメージで言うと人差し指側の方に力を入れて閉じるようにしてあげると収縮が強まります。ポイントとして微妙なニュアンスではあるんですが、少しこの手首と手首を合わせるように、少し拳を返すようにしてあげると収縮が高まります。肩が胸の種目で痛くなる方がいらっしゃるんですけど、首がすくんで力んだ状態で行うと肩に刺激が強まることが多いので、動作中は胸を張って肩を下げるようにして、首を長く保つようにして動作を行うと痛みが少ないかと思います。私がこの種目をやる場合、バーベルだったりダンベルだったりのベンチプレスやフライを行った後、割と種目の後半に行うことが多いです。ある程度フリーウェイトで大胸筋周りに大きく刺激を入れた後に、軌道が決まってますので追い込みやすいかなというところでよく使う種目にはなっております。大胸筋の内側、谷間と呼ばれる部分のあたりに刺激を入れやすいので、深い大胸筋の溝を作りたい方はぜひ試してみてください。はい、以上です。